会アットマークタワーレコード梅田ヌーチャーましてお越しくださいまして誠にありがとうございます。ということでですね、ただいまからコーナーということで、神頼むは園部店長に、このタワーレコードヌーチャーましての店長ですね、園部店長に忖度して、いろいろトークをしていこうかなというコーナーです。さあ、それではご紹介いたしましょう。足大丈夫ですか？はい、園部店長です。よろしくお願いします。私たち神カノ、そしてブレスですね、こちらタワーレコードヌーチャーマチ店さんでライブをさせていただいてるんですけれども、その最も、ライブができるかっていう決定権を持っている曽我部店長です。みんなもっと大きな拍手をよろしくお願いします。今日は肉離れを起こした肉離れですか？やばいですね。何一つかっこいいことはない。あ、じゃあもうぜひ座ってください、はい、どうぞ。じゃあお座りください。皆様もね、もし疲れてたらお座りください。さあ、ということでですね、園部店長とはどれくらいの付き合いですかね？もう2年ぐらいですかね。そうですね、2年ぐらいですかね。そうですね。で、ここで神カノのことについてちょっといろいろ聞いていこうと思います。準備いいですか？大丈夫です。はい、本当に準備ですか？やる気ありますか？いや、足の痛さ半端で、まあ、でもなぜ店長なのでね、今日みんな CD 買ってくださいね。はい、それではですね、神カノの最初の印象について。最初の印象、はい、初めて会ったこと覚えてますか？初めて会ったのがどこか覚えてないですが、はい初めて会ったことは覚え、なんとなく。どんな印象でした？どんな印象、はい、そうですね、綺麗な方が歌を歌われてるなぁ。はい、綺麗な方が歌を歌われてるって。もうちょっと大きな声出てもらっていいですか？はい、綺麗な、綺麗な方が歌を歌われてるな。はい、ちょっとマイクちっちゃいじゃないですかね、園部店長は。大丈夫ですか？はい、多分らしいです。綺麗な方が歌われてると。さあ、それでは、はい、神カノの現在の印象について。現在ですか？はい、あ、何も別にあんま変わったって。あ、変わってないですか？はい、あの時から。なるほど。いい意味で変わってないですね。ああ、はい。トークが盛り上がらないですね。ね、羽織る。羽織りますね。社長さんが。そうですね。社長が初の PA です。ちなみに今日初めてこのタワーレコードヌーチャー山地店の神カノとかブレスのイベント来たよって方、手挙げなくても分かってる方いっぱいいるんですけどね。あ、でも意外に少ない。意外に少ない。はい、もっと大きく。2回目だよって方、3回目だよっていう方、もう何度も来てるよっていう方、手挙げた？ね、まずカノンちゃんのファンの人は手挙げないですからね。あ、そうですよね、はい、手挙げない。そうです、ね、いいです、はい、いいです、もう、はい、ということで行きましょう。はい、じゃあ神カノンですけれども、4月にアイドル活動を終わって、実はアーティスト活動に転向したんですけど、はい、そのアーティスト活動への転向に対してのご意見ってありますか？いや、別にないですよ。転向してもカノンちゃんはカノンちゃんのママなので、はい、あ、はい、別に前がアイドルでやろうが、はい、あんま思ってなかったんで。ああ、はい、なるほど。これダメなパターンですね。ああ、これなんかもっとなんか変なこと言った方がいいですか？いや、なんかアイドルやめんねんみたいなこと言った方がいいですか？いや、なんかもうちょっとこうシビアなことを言ってもらったりとかしたらよかったのに、なんかあれですね、この盛り上がらない答え社長ですよ、この企画考えたの。そうですね、はい、盛り上がるようなことを言えない。あ、全てがこう足の左足のふくらはぎ神経っていう本当に、はい、なるほど。あ、でもなんでアイドル辞める宣言したんですか？アイドル辞める宣言ですか、はい、何でしたっけ。なんとなくですね、まあ、年齢の話もありますよね。あ、なるほど、はい、まあ、世の中にはやっぱり私よりも5個ぐらい上とか、なんか4個以上上でアイドル方してる方っているんですけど、いますね、はい、まあ、なんか
時が25歳ぐらいでちょっと何かを変えたいなとはもう思ってたんで。あ、ちょっと前から思ってたんですね。そうなんですよ。あ、そうです、ええ時期に。はい、いった感じで。年齢ってどう思います？アイドル、25歳のアイドルって。僕はちっともなんとも思わないでしょうね。はい、あの僕が応援してた某ハニーゴーランさんは、あ、もっともっとあのカノンちゃんの年上なので、あ、はい、なんとも思わないんですね。ああ、なるほど。僕の中のハードルは全然いいです。わかりました。大丈夫です。これでも社長のせいですね、はい、そうですね。もう今日すべて社長のせいですね。はい、でもね、これ一応トークの台本見て社長は笑ってたんですけどね。何言ってほしいと思ったんです、ね、社長の思うようなことちょっと全然言えてないと思って。もともとは私、社長が曽我部さんとここで MC をしたらいいんじゃないかっていう話をしてたんですけど何を喋んねんよ。ほんまですよね。はい、盛り上がらない。これでもね、あの神会あとヌーチャーの時のカノンちゃんの MC も盛り上がってないですからね。え、これはね、そうですか、これは忘れちゃいけないんですよ。そうなの。僕ね、あそこでずっとピエをしててね、あのクスクス笑ってるんですけど、こっち見たらね、全然笑ってないですよね。そうなんだ。笑ってないというか、あの下向いて笑ってる。え、一応私司会とかラジオパーソナリティやってるんですけど、勘違いですかね。あの笑ってるんですけどね、下向いて笑ってる。あ、クショってやつですよね。そうですね、いつもあれ面白いですね。本当ですか？ごめんね、なんかみんなに気を使わせてるんですよね、私毎回。まあ、でもあのぜひね、あのこれからもイベントあると思うんで、来てみんなの気を使ってお願いします。気を使いに来てください。はい、よろしくお願いします。ください。じゃあでは次はですね、担当直入に、はい、今後神イカマンはどうすれば売れるかという曽我部店長の見解。これは難しいですね、これね。まず、あ、カノちゃん売れたんですか？あ、そうですね。いや、なんかあのこう、まあ、最終的に私でも老人ホームを作りたいっていうのが夢なので。なるほど。はい、老人ホームを作るための資金として、はい、今アーティスト活動しているそれ合ってる？これ私やばい、どう反応してるかわからないんですよね。いや、あのすごい真面目なこと言ってるんで、ね、いや、違うんですよ、真面目じゃないんですが、ここにいる人みんなをがお年を召されたときに、なるほど、そうなんです、来てもらうように、そう、みんなの居場所を確保するために、ほらすごい話、神イカの老人ホームを作って、はいはい、で、その時に流行ってるアイドルさんを老人ホームに呼んで、はい、こうみんながあの生きる糧にしてもらって、ね、そうで、死ぬ時はみんなのチェキを貼っていくんです、死んだ人から。あ、そこまで、そこまでも考えてるんですね。そうなんです。で、他のアイドル現場に行きたい時はあのちゃんと申請を出してもらうっていう。あ、申請出さないといけない。そう、申請出して外出許可っていうのにして、はい、あ、もう外出許可がないと出れないんですね。そうなんです。他の現場行けないですね。そうなんです。ずっとこう囲われてちゃってるんです、ね、もしかしたらちょっと場所によってはあの許可が下りない場合とかもあったりとかして。そうです、もうお金落としてもらうとかも決めちゃってるって、ね、そうなんですよ ね、 危ないですね。はい、まあでも死んだらちゃんとチェキをバーって貼っていって、死んだら言い過ぎやけどね。でも嬉しくないですか？死んでチェキをこうみんな貼るんですよ。で、そしたらみんなに忘れられないんです、その老人ホーム内では。まあ、あのそこの当時にいる人が全員死んじゃったらもうね、過去の人になっちゃいますけど。 それは終わっちゃいますけど、苦笑以外の苦笑すらも出ないもはや。ごめんなさい、すみません、俺を殺す気かみたいな話ですね。まあ、みんなのね、これだけ応援して、まあ、みんな俺の時間をどうするんだっていう問題が起きないようにまあ、皆さんの死ぬまでを私は責任取りますよと。あ、ちゃんと見とるんですね。そうですよ、ね、お前らの責任を俺が取るっていうふうに。全くわけわかんないですね。本当ですか？嘘。まあ、だから結局その老人ホームを作って、これなんかたわりごとに喋る話でもないんですけどね。ないあの老人ホームを作るのがまあ最終地点ですね、はい、で、できるだけ多くの方を我が医療法人神医会に入居してもらうのがゴール、できるだけ多く。すごい話ですね、はい、壮大やな。そうなんですよ。じゃあ絶対売れなきゃダメじゃないですか、お金いっぱいいりますよ。そうなんです、ね、もう絶対とか行っちゃったらね、多分島借りないと多分入居者がちょっとあの多すぎて無理なぐらいなんですけど、はい、そんなたくさん入れるつもりですね、はい、じゃあ売れましょう、はい、どないしたら売れるかは分かんないですけど頑張りましょう、本当にね。あ、はい、はい、他に何を言うたらいいの？とりあえずやろう。
とりあえず神会やろう。そうですね、神会やりましょう。神会。わかりました。とりあえず神会のお客様は、はい、とりあえず次回もう一人連れてくる。あ、そうですよね。で、呼ばれた人は次回もう一人連れてくるっていう。そう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 、一番ベタなやつやってもらいましょう。はい、そうですよね、よくある。そう、ネズミ子方式でね、はい、行きましょう。ベタで行きましょう。じゃあみんな勧誘してくださいね、ちゃんと。でもちゃんと勧誘方法は考えてくださいね。ツイッターにこう書かれたら嫌だから、神イカのところのファンのネズミ子がすごいみたいな感じで書かれたら。で、最終的には老人ホームに行かなきゃいけない。そう、老人ホームのためにみんな頑張ってください。よろしくお願いします。はい、で、で、どうすれば売れるか、まあ、みんなが、あ、そうですね。で、あとはもうカノンちゃんがもう、はい、まあ、頑張るってことですね。あ、わかりました。はい、話術を磨いていただいてですね。あ、なかったっていうことですよね。はい、この、かれこれ1年ぐらいここのタワーレコードずっと合わせてイベントしてるんですけど、なんかすごい恥ずかしいですよね。勘違いしてたんだって思って自分が。はい、じゃあ次に行きましょう。はい、どんなアーティストさんなら曽我部店長は押せますか？難しいですね。やっぱ30以上じゃないと無理なんじゃないですかね。29ぐらいじゃないとダメなんじゃないですかね。ちょっと崖っぷちぐらいじゃないとダメなんじゃないですか。なるほど。じゃああと3、4年ですかね。3年で、かのちゃんが3、4年ぐらいしたら、はい、僕はリアルに押すかもしれないですね。あ、だそうです、はい、すごい複雑ですよね。それまで僕がいるかって話ですよね。リアルすぎますね。やめときましょう。はい、リアルすぎます。もう6年いるんですよね、この店ね。あーすごい MC やな。ひどすぎるやん。じゃあ次行きましょう。次も、はい。ラストです。はい、6月26日のブレス8周年に向けて激励をお願いします。すごいなこれ。いや、もうバシッとかましてもらいましょうよ。今度かましてくださいね。はい、かのちゃん。はい、ありますよ。はい、はい、しか言うてない。はい、しか言うてない。私持ってるネタは以上です。終わっちゃった。終わっちゃった。はい、どうしますか、社長さん。5分ぐらいですね。じゃあここからフリートークですね。フリートークですね。もうちょっとなんか、もしかしたら椅子とか近づいたらもうちょっとあれかもしれない。いや、いいです、ね、心の距離が。だってもうほんまにその服をね、見た時に、今日の衣装見た時に、はい、やばいなと思いましたからね。なんでですか？彼女、いや、ダメか、いいか悪いか分かんないですけど、彼女大丈夫かな。でもこれあれです、私衣装大体一緒に選ぶんですけど、これだけは社長さんが勝手に買ってきたやつです。社長の趣味なんですね。社長のご趣味です、これは。じゃあそれはどうで言ってくれ。そうなんですよ。うちの社長さんの趣味があって、絶対2杯が鉄則なんですよ。私は履かないんですけど。あ、それは昔から。そう、昔から絶対2杯じゃないといけないみたいな。そこはね。そうなんですよ、社長の趣味があるんですよ。ね、皆さんどんな感じなんですかね、このかのちゃんの趣味でしょう。いい感じですかね。あれ、あ、パチパチ、あ、まばらな、リアルなパチパチが。あんまり。まあまあまあ ね、これからどんどんね、その人は人気も上がってくるのかな。だから気づけることによってね、なんかいい印象に。そうですよね。いや、この、今日これ、こんなに言われて、今後この衣装着れなくていいよね、なんかね。見るとこ困るよね、お前どこ見てるか分からない。あ、でも確かにちょっとパンツは短いんですよ。そう、ね、なんかね。そうなんです。パンツが、あ、そうだね。全然今日目合わせてくれないですもんね。いや、見られ、多分もうほんま、なんか俺ずっと見たらおかしなおっさんみたいな。ほんまですか？うん、見られる、見られる。そんなことないですよね、みんな見てるもんね。お客さんあんなのかね。僕はちゃうからね。はい。です。締めてくださいね。わかりました。まあ、大丈夫、これ、はい、終わっても別に大丈夫だよね。ですよね。そうそう、わかりました。じゃあ、締めます。全然しまってない。あれ、かのちゃんがそれのあれ方法を言ったらいいんじゃない、はい、それごめんなさい、後で言うんです。後で、あ、ごめんなさい。あ、すいません、すいません。じゃあ、これからの神議会どう発展させていくかっていうことで締めましょうか。神議会、あとヌーチャイを。あ、はい、あとヌーチャイをね。この前ね、かのちゃんのファンの人に、店長何やられたんですかって言われて。へぇ、またやってください。ちょっと待って。うんうんうん、またやりますよ。お、ありがたい。誰言ったん？それはね、まあまあまあ、誰や、言ってくれたのは。言っていただいてやりますよ。で、その後社長から電話かけて、あ、やりましょう。
まだ今後もね続くと思いますんで、思いますじゃな、続きますんで、続きますので僕がいる限りはね、というコーナーでした。いかがでしたか？イエーイ。まあね、この神会を通じて私は曽我部店長と仲良くなり、そして皆さんが CD を買ってくれたらもうこれはもう万々歳ということでね、本日 CD 販売しておりますので CD を買ってください。もう一度言います、 CD 買ってください。よろしくお願いします。さあ、それでは私は着替えますので、この動画をご覧ください。